周酸、第二鉄カリウムあるいは鳥キサ皿と鉄酸カリウムは化学式計算、FE3 で表される酸化数プラス酸の鉄イオンを含む化合物である。周酸イオンが二箇所で中心の鉄イオンに配位したキレート錯体である。カリウムイオンは体イオンとなり錯体の電化マイナス三を中和している。サミズアエモノの結晶はエメラルドグリーン色である。 溶液中では乖離して、周酸鉄酸イオンを生成し、蛍光緑色溶液となる。周酸鉄、第二カリウムは高速など、科学的な光量の定量に用いられる。周酸、第二鉄カリウム、サミズアエモノの結晶、この作体は、硫酸鉄と周酸バリウム、そして周酸カリウムを反応させて合成する。反応物のイオンが水中で混ざり合い、 不要性のバソイオンが沈殿して取り除かれ、この溶液を冷やすと、サミズや獲物の緑色結晶が得られる。他の有名な方法として、塩化鉄の6水和物水溶液と、周酸カリウム、一水や獲物を反応させる方法がある。周酸鉄作体は、鉄イオンを中心とする八面体系分子構造で、D3 の分子対称性を持つ。FEO 結合の距離は2.0に近い。 これは、鉄イオンのスピンが高いことを示している。なぜなら、スピンが低いと、ヤーンテラー変形が観察されるからである。アンモニウム塩やナトリウムとカリウムの塩の混合物は、同型であり、AL3 や CR3、V3 の作体と関連がある。周酸を第二鉄作体は、幾何学的に重ね合わせられない二つの形を取ることが、できるため、螺旋。 キラリティを持つ。IUPAC 会議によれば左手型の巻き方をしている異性体はギリシャ文字のラムダ、その共像である右手型の巻き方をしている異性体はデルタの文字が割り当てられている。溶液中で周酸鉄作体は光還元される。この過程で分子は光子を吸収し f e 2と CO2 に分解する。鉄イオンは電子を得て還元され、 酸化数がプラス3からプラス2に減少する。そして、周酸イオンは二酸化炭素に酸化される。酸水和え物を加熱すると、摂氏113度で同時に3つの水分子が失われ、一気に無水物になる。摂氏296度では、無水物の塩が、鉄イオンの作体である、周酸第一鉄カリウムと、周酸カリウム、そして二酸化炭素に分解する。 ありがとうございます。